久々に聞いたね、あのスモールワールズっていう公共施設のアンバサダー3人で石政さんが作った曲マイクリスマスソングをね、あのやってたんですけど、毎年クリスマスの時期になるとスモールで歌ってたけど、今年はなかったのでライブで歌えてよかったです。ちょっぴり眠そうね。だって全く眠くない、あくびも多分出ない全部いい曲だった。だっておー石政さんの曲、いい歌声でした、ありがとうございます。いや楽しかったですね今日は。なんかちょっと私今日個人的にあのチャケが好きなので、チャケと一緒に出れてめっちゃ嬉しかったです。チャケラブ、チャケってめっちゃ好きなタイプなんです私の。あの頭があの良さそうで、ちょっと頼りがいあって、かっこよくて、で知識も豊富でめっちゃ好き。うん、急に告白だって、私本当に好きなんだけど、そう好きなんですめっちゃ。ガチ恋。吉政さんね、面白かった、変わってなかった、なんか前のライブぶりだったんだけど変わらずやばかったですマジでトーク力、AKB48 1の美少女と飛んできました。だってあどうも美少女です。んーイエイ。目細めるの可愛いです。最近ぐっと忙しくなったりなんて全くマジで暇やよ。なんでで仕事がはないです、あの相変わらず。最前列でつすっかり釣られました、釣り上げた釣り上げた。1月21日のお話し会買いました、ありがとう、イエイ。お代理肌綺麗だって、え全く、なんか私肌が赤いです全体的に、赤い赤い肌、腕とかも赤いし、あの顔も赤いし、結構赤みある肌です
なんか最近起きれないんですよ朝。なんか今まではなんか寒すぎて本当に今までちゃんとね起きれたんですけど、最近起きれない寒すぎて。いつかゆなちゃんのお話し会参加したいだって。え、ぜひ今受付中なので待ってます、お話し会。イエイ。最寄り駅に着きました、ありがとう。渋谷紅白、そうだね、楽しかった、お疲れ様です。朝ごはんって食べるの？だってそう、今まではねどんなに朝早くても朝ごはん食べてたんだけど、最近食べないことも多い。なんか食べないことも多い。でもそんなことより寝たいっていう、なんか寝たいっていうかもう起きれないの、なんかもういいやって思って。ギリギリは寝てたいとかじゃなくて、もう起きれない、もう起きれない、もう起きることが不可能になったの、マジで。寒すぎて無理。寒い本当に。だって私お布団さ、掛け布団3つ使ってます、マジで3つ。重そうだと重い。でも重くないと逆に怖い、寝れない。重たすぎんってきた。重そうすぎて想像したら可愛い。いや本当重くないと無理。重くないとなんか私はもう覆われたいんです、掛け布団に。もう全部バーって。で私はここまで入れるタイプ、掛け布団は顔まで、それかもうくぐるかなんですよ。それじゃないと寝れないんですよ。そう、顔が出てても寝れますけど、まあここまでか、もうここまであったらぐっすもう安心。なんかホテルとかさ泊まるとさ、あのさ毛布がないじゃないですか。なんかシーツだけ、なんなんだろう、なんかあのシーツだけじゃないですか。カサカサのなんていう質感なのか分かんないけど、あのシーツ、あれがちょっと苦手。マジ毛布じゃないと、自分の体に直接触れるのは毛布じゃないと無理。はい、そう、重くないとね無理、掛け布団。しかもさ、ホテルのさ布団ってなんか引っ張ってもさ上まで来ない時あんじゃん。それが無理。あのね、ホテルだったらなおさら全部埋まりたい、掛け布団。でもさ、なんかくっついてんじゃん下が、ホテルのなんかさ挟まれてない、なんか。え、めっちゃわかる。だって外さないと、だってなんかそれが苦手で、マジで
もうほんと引っ張ってるいつも、うん、その掛け布団多くないと無理、もう2か3か、うん、なんかもう重たい方がねいいの、重たくないと怖い、寝れない。なんかね、私昔はホテルね泊まったらもう明るくしてテレビもつけてないと寝れなかったんですよ。あの電気もつけてテレビもつけて音も出さないと寝れなかったんですよ、怖くて。でも最近だったら全然あのいける、テレビは消せないけど、なんかさ豆電球みたいな、ホテル豆電球がでかいホテルあるんじゃん、なんか豆電球じゃなくてなんかさもうでっかくて、なんか寝る時の光のなのにめっちゃでっかちゃうな時あんじゃん、あーってなって、その時はそれも消してテレビはつけて音を1か2にして寝る、うん、テレビ眩しくない、だってかぶってるから私。でもなんかどっかで光を感じないと寝れないんです。そう、光は感じたい。そう、一生だって、お、嬉しい、一生。真っ暗だと怖い、だってさ目開けても目つぶっても同じ景色っていうのが怖い。絵画も平気、今度のだって。え、海外さ一人部屋かな。でも二人部屋だったらさ、私誰と同じなんだろう。ユイリーさんかな。モギオン、ナルタオ、ズッキー、アイちゃん。私とユイリーさんかな。え、ユイリーさんどのタイプなんだろう。私マジでどうしよう。寝れるかな。寝れるかな。寝れますよ多分、だって。本当ですか。私あの沖縄、久しぶりのリップグロスの沖縄はひーちゃんと同じ部屋だったんですよ。でもなんかもう寝るとかの概念がなくて、あの日はマジでなんか寝るとかの概念なすぎて寝てないから、もうホテルの部屋で。そうだからもう電気とかの問題じゃなかった。そう、寝る時間がなくてマジ徹夜だったもん。あのショールーム選抜の配信してマジで寝不足だったけど、飛行機が乗る飛行機がすっごく遅れて、もう着いたのが12時過ぎとかで沖縄に。でそこからフィッティングとかあって、もうお風呂入ってとかしてたらもう集合時間あともう1時間ぐらいになってて、やばいなって思って。そうだからベッドに行かなかった1日目は。
なんか謎のクッションみたいなところで横になった。うん、だから本当しんどかった。ね、もう寝れない、もう寝不足だし、もう頭ぼーっとするし、そう。でも飛行機がめっちゃ遅れてたから2時間ぐらいホテルで寝てたっていうか、もう寝れなかったんだけど、ホテル取った2時間その日。飛行機が遅れてるって言ったから、もうなんか空港でやりたいことがなくて、もうゆっくりしたいって思って調べたら、空港にホテルで泊まらなくても数時間だけ入れられるっていうところがあって、でそこを電話して行きますって言われて行って、2時間からしか取れなかったから、そう、で1時間半ぐらいそこでベッドの中入って寝ようと思ったけど寝れなくて、携帯とかして音楽とか聴きながら横になってました。うん、もうとりあえず横になりたくて、そう、めっちゃ初めてさ、なんかこういうところ入った、なんか MRI みたいなところに入って、そう MRI みたいなとこ入って、しかもあんまお客さんがいなくて、エリだけだったのかな、あと私とあと1人ぐらいで、そう MRI の入った人は逆に緊張した。そう、狭かった。そう、なんか私閉所恐怖症だから緊張して寝れなかった。うん、MRI 大丈夫だって。 MRI 一回だけ撮ったことありますよ。めっちゃ怖かった。もう本当になんかさ、ヘッドホンさするじゃん、ヘッドホンして入るじゃん、で目つぶるやん、開けていいのか分かんないし、開けたら怖いし、開けないことが一番安全だし、なんか動きたくなるけど怖いし、景色がどんなになってるのかも分からないからすごく怖くて、しかもヘッドホンしてんのに音楽流れてんのにキュイーンピッ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 シュイーンシュイーンみたいなのがずっと聞こえてて、めっちゃ怖くて、もう早く終われって思ってた、ずっと。うん、めっちゃ怖かった。すごいよね。あれ、おじいさんがキュインキュイン横で言ってるだけだよ、だって一番怖いわ、それが本当に一番怖いよ。うん、キュインキュインおじさんめっちゃ怖いんだけど、
うん、機械の方がいい全然。たまにいるんだ。へえ。エリちゃん元気そうで何より元気ですよ。海外のホテル泊まったことありますよ。なんか、ね、どっかの国のホテルはマジでお湯が出なくて、お風呂がずっと水で洗ってた頭とか、もう本当にそれがしんどくて風邪ひいた。うん、インドネシア行った時ね、だってすごい覚えてる。インドネシアの、そう、思い出。そうだからね、そうしんどかった、それが。でもインドネシアはめっちゃ楽しかった。私インドネシア行く予定じゃなかったんだけど、メンバーが一人出れなくなって、数日前、3日前とか2日前に行けるって言われて、行けますって言って代打で行ったんです、インドネシア。そう、私マジで代打多いんですけど、あのでも本当インドネシアめっちゃ楽しかった、インドネシアのアイス屋さんがめっちゃ美味しくて、そこもまた行って食べたいし、インドネシアのファンの方ってめっちゃ、やばい、充電があと 10% だ、 10% だ。そう、インドネシアのファンの方は私たちをスターだと思ってて、私たちが来るとうわーみたいな、エリナエリナみたいな感じで、そう言ってくれて、めっちゃなんか、あれって私ってもしかしてスーパーアイドルかなみたいな、なんかそう思っちゃう。そうそう、なんか日本のファンの方はなんかもう、なんだろう、なんかこういう感じじゃないじゃん、なんかなんだろう、なんかみたいな感じじゃん。でもなんか海外とかにいると、行くとそういう感じだから、うん、あれってスターなのかなって思っちゃう。そう、それでめっちゃ楽しくて、インドネシア最後通訳さんにさよなら言うとき泣いちゃった。普通になんか泣きながらありがとうございましたみたいな、めっちゃ泣いた。ハグしたもん、通訳さんと。もう寂しすぎて。最高にドバイです、ずっとドバイ行ってるね。だって行きたい。なんかすごい韓国語のハングルで書い、なんかすっごいなんか連投してくる、なんか嵐みたいなことやってくれる方いるけど、これ何？
どういう意図があるの？ちょっと分かんない、読めないから、あんま分かんないからちょっとスルーします。うん、ありがとうございます。カムサハムニダープデュー出てたから読めるでしょ。だって、え、全く読めないです。プデューももうずっとあのプデューももう人格変えてたし、あのもう本当にずっとあのうん、こういう目をしてたので、プデュー期間はずっと、だからちょっと読めません。うん、人格変えてたっていうか、なんかもう本当ずっとこういう目をしてた、うん、こういう、うん、こういう目をしてた、うつろ、うん、もうだってもうそうちょっとね、もう本当プリはそう今考えたら素晴らしい企画だけど、本当にちょっとね毎日つらかった、つらかった、もう行く前からもう本当にしんどいって思った。もう行く、もう決ま行くって決まっ、もう本当にもう毎日もうやだやだって、そうもうずっとやだって、はぁ、日記とかも私日記その時つけてたんですけど、もうページがもう真っ黒、もうずっとペンで文字とかじゃないの、もうずっとこう、もうこれをすることでもう現実を離れるっていう、もうそう、もう帰る日付までずっとこうやって線引いて、もうそのまんまの勢いでもうこうやって塗りつぶしてた。断れなかったんですよね。で、私あの時はもう選抜目指して何でも挑戦しなきゃみたいな、プロレスとかもやってるし、なんか何でも挑戦することが自分のいいところっていうか、じゃないともう追いつけないと思ってたんで、まあやるって聞かれて、まあ、断れもしなかったんですよ私はあの時は。そう、断ったら終わりだって思って、そう、
えば最近ポテチ食べてないね。だってうん食べてない。ラーメン食べてる？食べてない。うーん。近々グラビアあるんですか？ないです。ラーメン食べてない。食べに行く機会がないですね。トマト麺、あ、先週ラーメン食べたわ。先週ラーメン食べました。あ、今週かも。4日前にラーメン食べてた。あー嘘ついた、ごめん。4日前にラーメン食べてました。うんグラコロ食べた。好きな食べ物はラーメンとかです。あのカロリー高くて茶色くてあったかい食べ物が好きです。そう、あと味濃い。唐揚げもめっちゃ好き。なのになんでそんな細いの？だって細くないんですよ。普通です。でも食べてる割にはって言われる。食べてるのに、でも動いてるからかな、うん、なんか私あのチーム K のあのさツアーの動画、私 YouTube で自分の動画あの撮影タイムの写真動画とかめっちゃ見てんだけど、チーム K のさどこでやったコンサートだったかなの、なんかチーム K のツアーの撮影タイムの動画見てたらマジバリ細くてびっくりした自分が。あと愛媛ツアーの時もバリ細かった。江戸川かな、江戸川ツアーの江戸川ツアーウホウホホとかやった時で、愛媛はエクステつけてた時だったか見たんだけど、マジバリ細くてビビった、なんか私背が高いから、そう衣装がね、なんかそう衣装問題があるんですよ。だから自分の身長よりめっちゃ低い人の衣装を着なきゃいけない時とかあって、そうだ、それがねきついって思う。で私あの周年公演の時、17周年の公演の時もめっちゃ衣装がちっちゃくて、あの私なんだ、児玉遥香さんの衣装でもう身長も全然違うから丈がまず全然違くて、そうでもやっぱいろんなメンバーとの兼ね合いでもうこれになっちゃったなって、えって思って、そうでも私一番背高いんだけどなって思って、そうあれって私が一番大きいサイズの衣装を着るはずわけじゃないのかなと思って、そう私が一番背高いけどなと思って、だからボタンの位置とか変えてもらいました。うん、
そうだからもっと痩せないとと思いました。なんかいろんな衣装をね着れるためにはそうもっと細くなってどんな身長の方の衣装も着れるようにならないとって思った。前髪いいねだって嘘。23時55分なのだって。あ、私の iPad も充電があと 4% になりました。じゃあそろそろおランキングを読みたいと思います。自分用の衣装は昔のでもまだ着れるだって。え、全然着れるもん自分のは。逆に緩い自分の衣装、昔の衣装ね。なんかさ、ごめん最後にこれだけ忘れて、あのさ、チームメイトの今までの衣装を着て、あの4月のコンサートやりたい、あの面白そうっていう、うん、はい。じゃあということで、じゃあ最後におランキング読みたいと思います。いきます。よいしょ。13位、え、ジアリング、シンガポールミューディー、あ、お、チューメイトミューディー。12位、筋肉愛好家。11位、日野と。10位、ファデル。9位、中堅。8位、直樹。7位、美穂。6位、 YSA73 アットエリちゃんの歌声が好き。5位、イクドン。4位、ひとくまさとる。3位、くるりん。2位、まっかし、あとおだし。そして1位はみやちゃん、ありがとうございます。ありがとう。ということで、じゃあ最後に、最後だ、もうまさか、じゃあ終わりということで、ありがとうございました。ではまた、バイバイ。明日フェス楽しみ。バイバイ。